みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのりみです。今回は、りみの机紹介第2回？もう3回か4回ぐらいしてるのね。まあ、とりあえずね、新2年生からはこれになりますみたいな感じかな。はい。はい。ちょっと今ね、そっち側ね、今しほちゃんが片付けててね、ちょこちょこちょっとね、映っちゃう？ちょっと、ゴミ袋とか映っちゃうかもしれないんですけど、今片付け中なのでね、ちょっとこっちだけ撮影しちゃいまーす。はーい。あ、しほちゃんの返事もありましたね。はい、じゃあ、りみちゃん。あ、なんか、つけてますね、頭に。お気に入りですか？うん。かわいい。これをつけてね、ミッケ見つけ。ミッケ読んでんの？うん。ミッケって面白いね。これ、ここに、まあ、ノートとか。これ前と変わんないかな。前もあったね。で、奥に、プーさんの下は何？下はね。何が入ってんの？いい？ゴリラクマの物入れと、うん、あと、うん、折り紙のメダルとタコちゃん。タコちゃんでないたこ焼き。あ、たこ焼きのあの壊れたキーホルダーね。そう。あとアンパンマン。アンパンマンも入ってんの？うん。リミ、これだけは捨てたくないの見る？うん、じゃあアンパンマン見せたそうだから。どれ？ちょ、うひょ。ほら。アンパンマン。あ、これだけは捨てたくないの？うん。これは一番の思い出さ。そうなんだ。思い出なのね。うん。はーい。わかりました。下はね。うん。汚すぎくない？隅。ああ。隅っこ集め。隅っこ集め。と、磁石。ああ、懐かしい。ゲーセンで撮ったやつ。あと、リミが作ったスマホ。懐かしいね。作ったね、これ赤いのね。うん。はーい、オッケー。作った。プールさんを片付けて。大丈夫？このプーさん滑ってコロリンチョしちゃう。はい、じゃあね。あと次は、前ね、右側にあった鉛筆削りがここに来ましたね。はーい。で、電気があって。で、ここは変わんない。そうね、このクッションお気に入りみたいで変わってません。で、この瓶も変わってなくて、で、ここにクマちゃんが登場しました。前はさ、この机のさ、左側にいたよね。ここがさ、プーさんだったよね。うん。クマちゃんがやっとリミの正面に来れたんだ。よかったね、クマちゃんね。で、また電気があって、え？なんかここに、あれ懐かしくない？懐かしい。アロマじゃん。プリパラのアロマちゃんがいました。ねえ。うん。プリパラのアロマちゃん懐かしくない？懐かしい。どうして今頃？なんとなく？うん。上手すぎて。あ、上手すぎて飾りたくなっちゃったんだ。うん。上手だよね。前はね、クリアファイルに。うん。あ、そっか。視聴者さんがね、くれたやつです。はい、次。で、ここにプーさんの時計動いてないやつがあって。で、その辺はね。隠しブロック。うん。一応ここにもなんか入れられるようになってて。この辺は、もうなんか。ガラクタ。ガラクタとかやね。ほら、こうやって。で、ヒート。はい、とね。よくあやとりね、するもんね。うん。はい、じゃあ次。この辺多分変わってなさそう。こっちのこの辺はね。見て、リミー！リミとしほちゃん。赤ちゃんの時のね、うん、サンタさんになりました。クリスマスかな、うん、で、これ誰かに書いてもらったやつ、うん、うん。しーちゃんのお友達。あ、しーちゃんのお友達ね。しーちゃんがね、お友達の家に遊びに来た時にもらったっ、うん。そっか。で、この辺があって、ちょっと今ね、写真はね、裏返しにしてます。はーい、お友達。うん。あ、で、ここに、この、あれだね。ここは変わってないよ。だけどね、ここはね、増えたよ。うん、クリップだよね。で、ここの時計、腕時計とかだったよね。確かね。変わってません。うん、ここに鏡があって、ママが映っちゃうからね。こんな感じ。これがお友達が作ってくれたしおり。うん、しおり。ドラえもんのしおりだよね。うん、なんかね。かわいい。お友達がね、本当はリミにあげるつもり。
じゃなかったんだけどね。あ、そうなんだ。うん。かわいいね。だけどね。うん。これ、いらないからあげるって。で、しーちゃんとお揃いの写真。これもね、そろそろ変えようかなと思ってます。こっちから写すと、こんな感じだね。さっきちょっと写す角度が悪かったけどね。こんな感じです。で、今度、プーさんが、こっちに移動した。下に移動しました。ちょっと照明が綺麗に当たってるから大丈夫かな。照明。うん、みんな眩しい。暗いね。うん、ちょっと暗いんだよね、やっぱね。照明入っても暗いんだよ。そうなのよ。うん。で、ここがプーさんで、下に、うん。下に、これは、1年3組ありがとう会と、引っ越しちゃうお友達のプレゼント交換のプレゼント交換してもらって、うん、はい、ブラトゥーンでとハチちゃんからもらったハチちゃんからもらったやつね。あとこれは、うん、カメ先生が旅行に行った時の、うん、グアムのお土産ね。そう、はい、オッケーです。先生もね、うん、先生、グアム行ったんだ。いいね、うん。買ってくれるんだよ。うん。買ってくれるというかね。みんなにくれたんでしょ？うん。うん。はい。じゃあ、この、あ、この辺はあんま変わってないかな？ちょっと変わったけど。うん、ちょっとこことか。ここが増えたり。あったかかったか。あ、そうだね。あったかかった。うん。あったかかったか。うん。点も増えたのか。2も。うん、あった。あ、そうだね。場所がちょっと変わったりした。これ、落ちそうだけどいいの？まあ、こんな感じで。ちょっと今ここ写真ですけど伏せてあります。あ、虹は変わらず。全体で見ると、こんな感じ。いいんじゃない？はい。いいんじゃない？じゃあ次、引き出しいっちゃいます。このまま。はい、こっちは。あと最後。うん。じゃあ、はい。大丈夫？うん。熱い？ちょっと照明が。はい、じゃあ引き出しいっちゃいまーす。はーい。引き出しはどう？ちょっと変わったぐらい？うん。しーちゃんからもらった。名前ないよね。たまにりみちゃんの机に名前がブーンって出てたらしいよね。ブーン。大丈夫かな？特に目立ったのは。りみはいいよ。これ裏返す。でも前ここもなんかあんまり大きな変化はないかもしれないね。こんな感じで、ちょっと変わったぐらい、こうやってね、ペンが2段、あ、すごい、見て、消しゴムの量。消しゴムのその下開けてみて。消しゴムの量。すごい、鉛筆の量もちょっとすごい。まあ、こんな感じでね、片付けしてます。でも前さ、この消しゴムさ、机の上にあったじゃん。それに比べればだいぶいいよね。はい、じゃあ2段目いきましょう。はーい。2段目、じゃじゃーん。見て、こんな感じ。ここ。これ何？昔遊び。ああ、コマとあやとりだね。うん。ねえ。これ全部学校から。うんうん。あ、これ幼稚園のね、3歳の時のクラスの。ちょっとこっち写真がね、裏にあるんだけど。だけど名前とかいいの？名前は大丈夫でしょ、さすがに。まあちょっと。で、これが、ここがサングラス。どうしてここ飛ばしてるの？ここは、ここはね、いろいろあって、ね。見て。これハンドスピナー。あ、そうね。懐かしいね、ハンドスピナーね。今となってね。うん。こんな感じかな。次、おみくじ大吉。全部大吉。今年だっけ？うん。今年じゃないのも全部。あ、そっか。今年はね、うん、今年のね、まだ車に。末吉だったよね。じゃあ次いきましょう。ハチちゃんの。うん。もらったやつ。これはプーさんグッズ。うん。見て、ほら。全部プーさん。これかわいいね、あ、これ何入ってる？かわいい。見て、しーちゃんからもらったかまち。グー。かまちグーで作ってる。かまちグー。あとこれ、匂い。うん。嗅いでみて。あう！匂いが入ってついてるの？いい匂い。あー、石鹸っぽい匂いがした。でもね、タスカンのね、入浴剤を集めてね。そうなの？うん、作ったの。あ、ここ今さっき言ったから、今度こっち。あ、足の匂いのやつじゃない？うん。
あとこれ、三宝石の。あ、そうね。しおちゃんがピンク持ってたね。ピピピー。トゥイー、トゥイー、トゥイー。そう、上手じゃん。はい、次。じゃーん。これでいっか。うん。こんな感じか、あとね。の辺もなんか。見て、マリオバナナ。バナナちゃんね。こっちは、見て。まだクリスマスの持ってるのね。これだってサンタさんからもらった。そっかそっか。だけどね、幼稚園からもらってきたからね、うん、絶対先生だと思うのよ。そっか。はい、じゃあもうここはいいかな。こんな感じ。お、いっぱい出てくるんですね。あと。あ、時計のやつか。時計と。これ、これ。扇風機。で、さゆちゃんのこれもらってるかな。うん。じゃあ、いいでしょ。はい。おお、ここはね、もういつもの感じでね。見てペット。ここもね。うん。あと、なんだっけ。先生が作ってくれたんじゃないでぎょ。ファイル。そうか、1年生の最後に渡された。1年生のまとめ。あ、まとめのファイルね。うん。あとここが。ブロックと、うん、あとお友達がくれた。ね、鉛筆立て。これちぎり、ちぎれるパンをね、うん、一回ちぎったんだけど動画で、またくっつけたんだね、糊、うん、でね。ボンド。ボンドでくっつけました。あとこれ、バチ。うん。で、あとはここが。ガスコンロ。これ、クマちゃんのご飯作るっていう。リミだけのガスコンロね。で、扇風機、あとこれ。貯金箱。あ、しほちゃんと一緒だね。はい、で、OK でーす。はーい。はい、じゃあ最後はこの右のね、ちょっと棚をさっと見ましょう。はーい。これは、あ、これは最近買ったばっかりの、プーさん。プーさん。服も着させたんだよね、別日のね。うん。かわいい。はーい、こんな感じ。で、隣が3、クレアーズだ。クレアーズで買った、なんか高い。クマちゃんグッズが、いっぱいすぎて。満杯に入ってまーす。はい。これ前も見せたからいいや。前の机紹介の時にも多分クマちゃんグッズのこの入ってるのが出てきたと思う。はい、じゃあ次ここも変わってないね。三宝石のほっぺちゃんグッズ集めてるのがここにいっぱいあって、しーちゃんにね並べた方がいいって言われた、うん、ちょっと綺麗にちゃんと並べたんだね、うん、で奥にウモがいて、ここもなんか前見せたね。全く変わってないね。ブレスレットとか。見るこれ。もういいよ、見たから前回もここ見たもん、ま、え、見た見た見た、全く一緒だよごめんね、リミ、今照明が倒れました照明がこれ見て、眩しいからみんなに見せるの。そっか、そっか。じゃあここだけ、あとね、コストコで買ったシールと、マスキングテープ、こんな感じでね、うん、ロールになってるやつね。あとなんでここにここに挟まってんの、プーさんのスイーツ。わからない。たまたま挟まってましたね。たまたまじゃないよ、はい、これで以上かな。で、リミちゃんの机はなんかここにこうなんかお友達がこれ編んでくれたんだっけ。うん、これをこうやってつけてて、で、あと奥になんかこれね、これ100均だっけ、このアイス。うん、違うよ。どっかで買ったんだよね。あのね、1円ショップ。ああ、1円ショップで買ったんだっけ、このアイス。うん。で、それになんかあのクマさんのキーホルダー。うん、これしーちゃんから。ね、しーちゃんから。あとこれもね、うん、あ、お友達がくれたやつをつけたりしてね、ここにね、ぶら下げてます。これ上がベッドだから、うん、一応ぶら下げられるんだよね、なんかね。うん、ここね、クッションだからね、グイってなって押さえてくれ、うん、そっか。だけどね、一応ね、見て、うん、ほら、前の扇風機。あー、それで止めてんの。うん、そう。面白い止め方だねこれを、あ、それをそこに座って差し込むだけ。うん。へー、面白い、うん、はい、じゃあこんな感じです。はい、 OK かな。はい。あ、あとここに何が入ってると思う。何？クーさんでしょ。うん。そこ前も見なかったっけ。見た。見たよね。うん、だけど。見せたいのね。見せたいな。見せたがりやな、りみちゃん。ふんだ。あら。変わってない。変わってないでしょ。うん、じゃあ余計よくない。見せなくても前と一緒じゃん。
はい、変わったのはちょっとね。リミは比較的変わってないね。うん、じゃあ今日はリミの机紹介第4、3、4、5回だね。どうした？もういいですか？はい、はい、いいです。それでは、グッバイ、シーユー、イエーイ。何買ってもらう？何を？どれ？ちっちゃ。くまちゃん。これも300円？そうだね。へえ。ごめん、見てこれ可愛くない？これ。可愛い、ハグミーだ。ハグミー。映ってるかも。え、映ってない。ちょっとやめてよ、動かすの。ハグミーってお猿さんのハグミーじゃない。ああ、それじゃないんだよ。これティッシュ。ティッシュがある。うん、ティッシュ。うん、甘い子、こういうティッシュ入れなかった？ひーちゃん、ティッシュ入れ探してなかった？でもこれ透明なんだよな。ん？透明なんだ。でもほら、あの真っ白いさ、何もない無地のティッシュだったら可愛いけどね。無地のティッシュなんてある？ほら、あの見て、かわいい。毎回でもないよね。中にもあるかもよ、ティッシュケース。ほんと？多分なかったら最悪、これ買う。ぴったり。ほんとだ、ぴったり。くまちゃん、くまちゃんもうちょっとちっちゃいんじゃない？おい、くまちゃん。うん。足がビヨンってなってるから、ここにちょんだ。そうだね。かわいい。くまちゃん、やきもち焼いちゃう。この子かわいい。違うよ。かわいい。中見てみる？あ、見て。これかわいい。このなんかブロックの。優しいからね。やきもち焼かないよ。本当？すごい、これ4個セットだ。すごい。4個で300円？安くね。安い、これかわいいね。くれた。うん、すごい、4個で300円は安いね。ね、大丈夫？開くよ。かわいいのが多い。見て、かわいそう、息できなそう。これ息できるよ、穴開いてるんだよ、哺乳瓶。ね、自由自在にできるってことでしょ、ね、4色で、ね、こっちにする。うん、このね、4個ね、自由自在に、うん、じゃあ端から見ていく。はい、見ていきましょう。じゃあ一応基本今日は机の収納グッズ&机に飾るお部屋を。このくまちゃんのね、うん、触り心地ね、うん、リミのジュボにズボン。どのズボン、これ。こんなズボン持ってたっけ？持ってる。へえ、まあいいや。うん、こんなモコモコはもう。そう、しほちゃんね、ティッシュケースがね、うん、机の上に置きたいんだけど、いいティッシュケースに出会えてないんだよね。そうそう。アザラシ。本当だ。アザラシだよ。どっかないかね。あ、ケーキ、ケーキ。あ、かわいい、ワンちゃん。見て、くっつけられるかな。ん？くっつけられるかな。どれ？ケーキ。何これ？あ、くっつけはしないんだ。なにこれ、ケーキの飾り？あ、白コロ喜びそう。取っちゃいそうだけど。あ、でもそのいちごとクリーム取れそう。これ赤ちゃん用だよ。赤ちゃん新聞。赤ちゃん新聞みたいパリパリ言うってことね。見て、ペラペラの。うん。見て、ワンちゃんが死亡した。ワンちゃんが死亡した。出てきたよ。あ、S しかない。あ、あるじゃん。あ、やっぱ S しかないんだね。愛があるけど、愛、あ、H はあるけど、愛がない。あ、O はある。あ、愛だけがないね。本当にないの？見て、光る。うん、光るやつもあるんだね。愛だけないよ。どっかに紛れてないかな。うん、あ、リミのある光るね。
愛ないかな。愛があれば C4 ってできるね。探すよね。なかった。残念。リミア、愛2ついる。うん、あ、これいいじゃん、シンプルで。シンプルで、これで。これに目玉つけて。これデコっても買う。あ、目玉つけてデコったらいいんじゃない。これいいじゃん。ん、わからない。なんだろう、飾り。え、これティッシュ入れ。うん、ティッシュ入れ。裏からスライド、綺麗よね、これね。見て、うん、すごい。うん、すごいね。それ、しーちゃん買うじゃん。買う、それ。はい。じゃこれね、机に飾る。はい。あ、リミが持ってるやつ。うん、リミが持ってるやつ。あ、そう、この棚ね。ここで買ったんだよ。そうだよ。もうそこが置いてる。どれ？あ、星の？なんだ星の？重ねられるち。どれ？なんだこれ重ねられるってこれこういうの。シンちゃん。あ、本当だ。でかっ。大きい。これいいじゃん。めっちゃでっかいよこれ。でもなんかスプーンがついてるから。うん、コーヒーカップ。あ、最後の一個だって。ピンク。ピンク。ね、何これ？なんだろう、お茶入れかな。スープ。スープ？スープ。スープ入れ。うん。スープ入れ。スプーン入れ。見て、クマちゃんがスポンジにされちゃった。ね。よし、じゃあどうする？次行こう。見てラーメン。見てルミが好きなやつ。見てルミが好きなやつ。あ、野菜ね、水切るやつね、うん、好きなの、リミ。これ、前リミのうちなかった。あるよ、今。え、あるの？あるよ、やりたい。お弁当だ。あ、かわいい、青いクマちゃんのお弁当箱。いいじゃん、リミ、それかわいい。電子レンジ何？電子レンジは対応。あ、電子レンジも対応してんだ、すごい。見て、一番。あ、懐かしいね、うちになんかそれ似たようなのあるよね。うん、ある。かわいいじゃん、リミそれ。見て、ブタちゃんあるよ。ブタちゃん、ブタちゃんクマちゃんでよかった。水色のクマちゃんで。あ、それにすんの？でも収納にはなってないけど。収納じゃないけど。あれ、今日収納グッズじゃなかったっけ？そうなの？そうだよ。そうなのって。いいの？クマちゃん、バイバイ。え、いいの？ほら、悲しい顔してる。じゃあ、これにお弁当箱として使うんじゃなくて、机のなんかこう収納に使ってもいいんだよ、別に。うん、そうする。お弁当箱を使っていいけどね。これなんかこう、あの引き出しになんかもう宝物入れてしまっとくとか、うん、そういう使い方でもいいよ。じゃあそうする？うん、じゃあそれにする。ママ、はい。見て、こっちがついてる。どうして？うん、これ自転車とか盗まれないようにするね。あ、どこに鍵あるの？あ、ここだ。うん、鍵ついてるでしょ。リミ、このタオル好きじゃないんだ。うわうん、何それ、かわいくない？これリミ好きそうじゃない？パンダちゃんいるよ、猫ちゃんいるよ、猫ちゃん、ウサちゃん、クマちゃん、ネズミ。いらなそうだね。うん、あと収納って言ったら何がある？ん？でも時計はもうあるんでしょ、うん、この辺はもうバスグッズでしょ、うん、ちょっとめんおしゃれじゃない子いいの、うん、かわいいね、おしゃれ。でもショコちゃんたちの作るのは関係ない、うん、これ何も入ってないの、うん、容器だからね、自分で詰め替える。これもそうだよ、全部ここ詰め替えグッズ。見て、誰かがこれ潰した。決まりましたので、これでね、買っていきます。はい、明
足の具ってなかった私は、まあ、机のやつ買うもんね。まあね。グミペア。3時がおやつだ。